雨が降り始めています。マツダズームズームスタジアム広島です。セ・リーグ公式戦、広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズの14回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはカープの先発アンダーソンがマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。これは大きくバットが回りました。アウトロー見送ってボール。さあ3球目は何か。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ファウルになります。これもファウル。インサイド打ち上げました。詰まりながらもライトへ。ライト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球空振りです。ボールになります。際どいコースには投げ込んでいます。真ん中へ入れてきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルになります。次が6球目。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。バッターボックス宮崎、2試合当たりが出ていません。2アウトになっています。今日の先発ピッチャーはアンダーソン、ここまで5勝をマークしています。さあ初球は何か。最初は変化球持ってきました。ストライクです。これが2球目。ノーボール2ストライクです。低めの変化球は決まりません。際どいコース外れました。
さあ次のボールが勝負ですね。あ、これはいけません。デッドボールです。打順は4番オースティン。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。デッドボールのランナーが出ています。さあ2球目は何か。ファウルになります。この球は外れています。外へのボールは入りません。これでフルカウント。さあこれで決まるのか。またファウル。変化球空振り。ボール球に手を出しました。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、一番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。バッターは野間。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず打ちをついてきました。次が2球目。変化球入りません。ボール先行です。打ちました。フェアかファウルか。わずかに右に切れました。ファウルボール。ボールになります。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。藤田アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。強振してきました。2球目は何で来るか。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクと追い込みました。次が4球目。インコースボール。打ちました。このフライは切れそう。切りました。ファールボールです。
6球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。ファーストランナースタート、盗塁成功です。盗塁を見事決めました。いやー、これはよく走りましたよね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。バッターのマクブルーム、今シーズン打ちました。外、1塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。初球から積極的に行きましたが空振りです。さてバッターの堂林、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。ああそうですか。外の低め見極めます。これもアウトコース、厳しいコースをしっかり攻めていくことが大事です。ツーボールツーストライクになりました。これも低めに持ってきました。まあバッターもよく見ましたね。あっさりと追い込んだ後フルカウントまで粘られています。手が出ません、三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。ベイスターズの攻撃、5番バッター外。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。カープの先発はアンダーソン、ここまで13試合に登板して5勝4敗という成績。前回の登板は6イニング投げて自責点に、勝敗はつきませんでした。ファウルになります。この球は外れています。4球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。初球コーナーをついてきました。これが2球目、ファウルになります。ここもファウルです。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。バッターは7番に入っている倉本、2試合当たりが出ていません。2アウトランナーありません。
空振りです。さあ2球目は何か、膝元への変化球、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、インコースへ大きく外れます。打ちました。これはどうか、破りました、センター前。ツーアウトランナー一塁、8番バッターはキャッチャー戸柱。今シーズンここまでホームランは1本、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、見ましたがこれはストライク。インコースバットが回ります。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか、ダーッと当ててしまいました、デッドボール、やはり痛めました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さあ打席には先発の浜口が入っています。さあ一打先制という場面を迎えています。初球は何で来るか、切れていきます、ファウル、釣り球、しかし誘いには乗りません。次が3球目、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか、このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。カープの攻撃、バッターは注目のルーキー末金。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。まず何を投げてくるか、最初は変化球できました。外の低めです。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか、チェンジアップは入りません。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか、
見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには6番小園、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。浜口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。緩いボール決まりました。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目、低めはボール。ファールボール、三振になります。ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。バッターは7番に入っている坂倉。昨日は見事サヨナラを決めました。ああいうプレッシャーのかかる場面でよく打ちましたよね。あれで気持ちにも余裕が出てきて調子を上げてくれるんじゃないですかね。そうですね。2アウトランナーありません。バッターよく見ました。ボール先行です。入れてきました。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど。さあどう来るか。5球目、低めボール、フルカウントです。ここはもう調子のいいボールを思い切って投げ込むだろう。打ちました。ピッチャーが取る。1塁アウト、3アウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、どうでしょう。2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですが、いかがでしょう。まあそうですね、両投手ともに不安な部分であったんですが、うまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。3球目は何で来るか。3球目見送っています。ボール、打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番佐野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが3球目、低めに外れてボール。これが4球目、内へズバッと投げ込んできました。
この球は外れています。3ボール2ストライク。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。初球ボール、二球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってワンアウトランナー二塁となりました。この場面で痛いミスが出ました。これでワンヒットでランナー帰ってきますからね。それにしてもキャッチャーとしては今のは絶対止めないといけない場面でしたよね。なるほど、そうですね。カーブ、すくい上げた。ここは打ち上げています。相澤が掴んでツーアウト。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたい。オースティンがバッターボックスです。まずはボールから入りました。バッターボックスのオースティン、今シーズン打ち上げてしまった。ここはフライになっています。マクブルームが掴んで3アウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。これから3回の裏、カープの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている相澤。今シーズンここまでホームランは6本。カープ0対0で迎える3回の攻撃です。最初は変化球できました。ボールになります。空振りになります。高めに外れます。角度のあるクロスファイヤーでしたよね。はい、ストレート空振りでストライク。ツーボールツーストライクです。5球目は何で来るか。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあバッターボックスには先発のアンダーソンが入ります。ここは自分で決めて勢いをつけたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。バントしました。ファウルになりました。ノーボールワンストライクです。小宮山さん、ここは送りバントでしょうか。どうでしょうか。守備の方も警戒を強めてくるでしょうからね。ああそうですよね。まあまたやってきたらバントしにくいボールを投げて阻止したいですね。そうですね。もう一球低め。まあピッチャーからすれば今のは振らせたいボールですね。振ってきません。外れています。ここもバントの構えです。
ピッチャー次はストライクを取らなければいけません。送ります。浜口アウト、ワンアウトです。送りバント失敗。つなげなかったですね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の野間が入っています。まずは見送ります。ワンボール。バッターの野間、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで2厘となっています。インコース空振りです。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける、ホームに送球。これで3試合連続安打、ランナー3塁1塁となりました。一塁牽制、一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。また牽制、セーフ。これが2球目。打ちました。右中間に上がった。さあサードランナーはどうする。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0、カープ試合の主導権を握ります。バッターボックスは3番マクブルーム。カープ犠牲フライで先制しています。小宮山さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが、まあ、点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。まあ牽制の上走ってきた。キャッチャー2塁送球する。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足。3球目打ちました。ライン際打球が伸びる。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。見事なタイムリーヒット、2対0になりました。カープ2点リードとなりました。打席には4番バッター堂林。カープこの回2点を入れています。さあ先制に成功して、なおもその点差を広げていこうかというところです。低め見ました。ボールです。打ちました。藤田一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回カープ犠牲フライで先手を取りました。3回終了、2対0、カープ先制です。4回に入っていきます。追いかけるベイスターズの攻撃。バッターは5番ソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。カープリードで迎える4回です。
さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。外、これは外れていきます。さあ4球目は何か。外へのカーブ外れました。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。打順は6番藤田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。アンダーソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。外の球外れています。わずかに入りません。次が4球目。外れましたか。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。これが5球目。ファウルになります。引っ張った。これはどうだ。ヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。打席には7番バッター倉本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあまず1球目、ファウルになります。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。高い打球ライト線。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。8番バッター戸柱。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトになっています。インサイド見送っています。膝元インコース。打ちました。流しました。高い打球レフトへ。堂林が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2対0カープがリードしています。カープ4回裏の攻撃になります。打席には5番バッター末金。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックスには6番小園。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。真ん中に決めてきました。
打ちました。入れました、ファールボール。インコースを落としました。インコースボール、スリーボールツーストライクです。ここはもうゾーンギリギリを狙って全力投球ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。サードの左抜けました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入りました、ホームラン、ツーランホームラン、今シーズン第3号のツーランホームランになりました。追加点が入りました、カープ4対0。いいボールだったんですが、バッターがアウトコース狙ってましたね。はい、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。バッターボックスは8番相澤。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球ボール、次が2球目、ストライクになります。さあ3球目は何か。まあ今のはよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。この低いボールは外れます。このフライはヒットになりそうだ。レフト掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発のアンダーソンがバッターボックスです。相手はピッチャーですから、確実にアウトを取らないといけませんね。そうです、ピッチャーライナーです。しかしこの回カープツーランホームランで得点を追加しています。4回終わって4対0、カープのリード広がっています。里崎さん、野手の援護もあってここまでいいリズムで球が続いていますが、この後の継投はどうでしょうかね。打ちました、取った、一塁送球、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って太田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、低めわずかに外れてボール。アウトコースへのカーブはボールです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。
これでフルカウント。打ちました。取った。セカンド送球。セカンドフォースアウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。バッターボックス佐野。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。2球目は何で来るか。バッター有利なカウントになりました。スライダー決まっています。4球目は何で来るか。高め打ちました。これセカンドの右抜ける。佐野ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁塁。まずは慎重にアウトコースへ外してきます。これが2球目。ちょっとカウント苦しくなっています。改めてお聞きします。この宮崎、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね、もうどこに投げても打たれる気がするバッターですね。なるほど、そうですか。これが4球目。インサイド落ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。インフィールドフライで2アウト。さあそして打席にはオースティンが入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。リードはしてますけどどうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、そうですよね。見ました。ボールです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ勝負してくるのか。外、これは外れた。これでフルカウント。二塁牽制。二塁はセーフ。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。アンダーソンが抑えて3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。4対0カープがリードしています。打順は1番に帰ります。バッター野間。まあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。
外れました。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インサイド左中間に上がった。レフトが取りました。ワンアウトです。打順は2番菊池。先ほどの打席で先制となる犠牲フライを放っています。外野フライとはいえ、いざとなると簡単ではないですからね。はい、よく決めましたよね。見事でしたね。浜口、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライクになります。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。インサイド空振り。さあ2球目は何か。キャッチャー送球して盗塁成功。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。そうですね。さあ4球目は何か。低めいいところに持ってきましたが外れます。打ちました。大きな打球になった。これはどうか、センター左へのヒット。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。5対0カープなおもチャンスです。これが1球目。最初は変化球できました。振りません。ストライク。ファウルになります。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打った。ワンバウンドヒットになりました。これで3連打。ワンアウトランナー3塁1塁。さあマウンドに上がったのは平田。今シーズン22試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。低めの変化球空振り。次が3球目。打ちました。打球はセンターへ。タッチアップ。サードランナーホームイン。カープ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。
6対0になりました。カープリードを6点に広げています。アウトコースボール、まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど、そうですか。力のあるストレートですよね。はい、アウトコース空振りストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。次が4球目、インサイド変化球外れます。カーブすくい上げた、ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回カープ2点を追加しています。5回終わって6対0、カープのリード広がっています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏チャンスの場面、しかし三振、先制のチャンスを逃します。2回の表得点圏にランナーを置いて三振を奪います。ピンチをしのぎます。裏の攻撃、残念ながら三者連続三振、いいようにやられています。3回の表ランナーを2塁に置いて、しかしここは内野フライに打ち取ります。なかなかゲームが動きません。その裏先制のランナーを置いて2番菊池、きっちり犠牲フライ、カープ先制します。さらに続きます。2アウト2塁の場面、迎えるは3番マクブルーム、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。カープ1点を追加します。4回の裏ワンアウトで1塁にランナーを置いて7番坂倉、2球目しっかりと捉えました。カープ2点を追加します。5回の表このピンチの場面、ここは打ち取ります。ここはしのぎます。これから6回ベイスターズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。コルニエルが番手としてコールされています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。初球変化球は空振りです。引っ張った、高いバウンド、小園、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。これが初球、最初は変化球できました。ストライクです。痛烈、これはどう、破りました、センター前、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。まず変化球で空振りさせました。打ちました、いい当たり、ランナー挟まれた、タッチしてダブルプレー、一気にツーアウト。
バッターボックス戸柱、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。2アウトランナー1塁です。アウトコース外れます。ボール先行です。これは低いところに持ってきました。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。低めの球、手を出しました。3ボール1ストライクです。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。6対0、カープ大量リードしています。6回の裏、7番から始まるカープの攻撃、バッターは坂倉。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、カープ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。はい、変化球が決まりました。あっという間に2ストライクです。高めスライダー外れました。デッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。引っ張った、三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ初球は何か。まずはボールから入りました。落ちるボールです。3球目は何で来るか。落としてきましたが、これは外れます。ボールが3つになります。インコース詰まりました。このチャンス打ち上げてしまいました。打順はトップに帰って野間。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。外低めに変化球が決まります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。今のはよく我慢しましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。打ちました。サード取った。三塁そのまま入ってフォースアウト。バッターボックスには2番菊池。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。ツーアウトです。ランナーが入れ替わっています。バッターボックスの菊池、今シーズン得点圏での打率は1割9分となっています。
ちました。切れました。ファールボールです。胸元強気なピッチングです。落としていきましたがこれは外れます。フルカウントになります。見逃し。このチャンスで手が出ませんでした。三振です。スリーアウトチェンジ。ベイスターズのラッキーセブンでございます。ベイスターズファンの皆様どうぞご声援くださいませ。バッターはこれから7回。点差が大きく開いたビハインドの場面ですがベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の牧。カープ大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。小宮山さん、まあこの展開ですからピッチャーも気持ち的には楽でしょうね。そうですね。ただ気は抜けないですけどね。確かにその通りですね。初球空振りです。155キロです。高め空振り。ノーボールツーストライクです。これが3球目。見逃し三振。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター太田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。コルニエル、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。直球ストライク。さあ3球目は何か。引っ張った。この打球は落ちるか。どうだ。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは2番佐野。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ツーアウトになっています。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、そうです。2球目打ちました。大きな打球になった。さあどうだ。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックス宮崎。まあカープとしてはこの終盤でこれだけの点差があるんで焦らずピッチングできますからね。なるほど、そうですね。切れました。ファーボール。バッター手を出しませんでした。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。切りました。ファールボールです。これが4球目。打ちました。小園一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6対0カープ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブンカープの攻撃に入ります。7回の裏カープの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。三上が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合ベンチとしてはどういった考えを持っているもんなんですか。まあもうほぼつないでつないで勝てるという感じになりますんでね。ベンチワークにも注目しましょう。スライダー外れます。ボール先行です。
次が3球目。インコース決まった。インロー見送っています。さあ5球目は何か。インコース決まりました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。真ん中打ちました。ファウルゾーン切れそうです。ファウルになります。次が7球目。見逃して三振です。ワンアウトです。アウトコースストレートが決まっています。次が2球目。ボールになります。3球目は何で来るか。低めの際どいところですが外れています。高め空振り。2ボール2ストライクです。取った。ツーアウトになりました。打順は5番末金。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。犠牲フライも技術がいりますからね。いい仕事でしたよね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。縦のスライダーを持ってきました。ノーボールツーストライク。ファウルになります。ボールになります。いい当たり。これはどう。ショートの左抜けました。末金ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。初球は何で来るか。ファウルになります。これもファウル。内へ低めに変化しました。打ちました。セカンドゴロ。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7回終わって6対0カープ大量リードしています。カープこれから8回カープに選手の交代がありました。レフトの堂林に代わりまして8回の表追いかけるベイスターズの攻撃。打順は4番オースティン。今日はまだ当たりがありません。カープ大きく点差をつけてインサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。バッターボックスには5番ソト、まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。
ボールになります。低め外れました。低め見送っています。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。一塁送球します。アウト、ツーアウト。6番バッター藤田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。空振り、スピードボールを持っています。ボールになります。アウトコースへ決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。三塁線破っていった。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。スライダー決まりました。あっという間に2ストライクです。これが3球目。インサイド落ちました。切れました。ファールボール、見送っています。ボール、さあ勝負してくるのか。流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁一塁。初球ボール、これもインサイド。ここは見極めました。インコース見送っています。ストライク入りません。引っ張った。これはどうか。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6対0、カープ大量リードしています。8回の裏に入りました。7番から始まるカープの攻撃、坂倉がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はデッドボールでした。カープ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。低め決まってストライク。さあ3球目は何か。ボールになります。さあ4球目は何か。
真ん中、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、痛烈、ファーストの左抜けました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打ちました、取った、二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。ピッチャーに打順が回って6回から登板のコルニエルがそのままバッターボックスに入ります。まあ点差に余裕もあるし、このまま最後まで頑張って投げてくれということでこの打席でしょうね。そうですね。いいところに決めましたね。はい、変化球が決まっています。次が3球目、膝元への変化球、ワンボールツーストライクです。インハイ際どいコース、打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって6対0、カープ大量リードしています。これから9回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の海老名。カープ大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ点差はありますけどね、最後までしっかり集中してほしいところですよね。そうですね。初球わずかに外れてボール、156キロがいきなり出ました。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか、ストレート外れました。アウトロー外れます。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。これが2球目、アウトローを見送ってボール、ボール先行です。速いボール、膝元決まってストライク、152キロ。インサイド落ちました、これはセンターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。
まず何を投げてくるか。初球ボール。打ちました。切りました、ファウルボールです。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターは3番宮崎。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。変化球わずかに外れました。打ちました、レフトへ打球伸びる、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。カープが見事勝利を収めました。小宮山さん、最後は余裕の展開での勝利となりました。いかがですか。そうですね、もう本当にベンチも安心して見てられたというような内容じゃないですかね。そうですね、まさに強さを見せつける格好になりました。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。